皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村天翔と。皆さんこんにちは、ハム派生ハム子です。お邪魔してます。ハム派挨拶なんです恥ずかしながら、はい、よろしくお願いします。お願いします。堅苦しいウイスキーのチャンネルなんで、あの知らない方も多いかなと思うので、ちょっと自己紹介だけ、なんかあのこんなことしてますっていう。オッケーです。名前生ハム子と言います。YouTube のチャンネルでは、まあ、ちょっと一人でお酒お家で飲んだりとか、まあ、自分が OL なんですけど、まあ、OL のちょっと生活みたいな形をちょっと配信してるので、まあ、もしねお酒興味ある方がこのチャンネル多いと思うので、ぜひ覗いてみてください。あの概要欄に、ね、貼ってますんでね、はい、よかったら。 ありがとうございます。ぜひ。そんなわけでして、はい、まあ、普段家でお酒飲んだりっていう感じですかね。はい、そうですね。どうですか、こういうところは。いや、すごいですね。ちょっと初めて、私もバー来ることがほとんどないので、うん、もうほぼ家飲み。ほぼ家飲みですね。なんでこれ全部ウイスキーなんですか。そうですね。すごい。隅から隅まで。何種類ぐらいですか。今で850種類ぐらいです。すごい。ちょっと今日はちょっと私もお勉強させてもらおうかなと思うので、ちょっとウイスキーのことを、今お家にあるのが本当に、はい、そこにある白州さんとなんとかボアみたいな、ボア、なんとかボアみたいな、ボア、はい、ボア、ボーモア、あ、それです。おー、ボーモア、ボーモアが今2つ。あー、結構ちょっとスモーキーなの。あ、そうです。全然いけるあれなんです。ちょっと煙っぽいウイスキーが私は好きで。あ、もうめっちゃいい人じゃないですか。はい、本当ですか。ウイスキーといえば煙っぽいの飲みたいなみたいな。あー、もうにじみ出るいい人感って言いますね。あ、本当ですか。すごい、ウイスキーによってあるんですね。まあ、あの僕が言ってるだけなんですけど。あ、そうなんですね。いや、スモーキーなのが好きな人はいい人っていう。へぇー、まあ、僕が言っていいって言いたいだけなんです。すごい、お酒によってあるのは初めて聞きました。他作りないんです。あ、そうなんですか。そうですね、はい、じゃあ飲み方とかっていつもされてますか。ハイボールってことですね。いつも、そうですね、ハイボールか、まあ、ロックでもう、ちまちまのおナッツとかで飲んでるって感じですね。今日どんな飲み方します。え、逆にどういうのがおすすめですか。まあ、一押しはストレートなんですね。あ、ですよね。一押しはストレートで、じゃあ行ってみます。はい、行きたいです。今昼間ですが、はい、今何時ですかね。今ね、1時35分。最高ですね。最高ですね。最高ですね。この時間からストレートだもん、はい、何ですか。じゃあちょっとよろしくお願いします。いいですか。まあ、どうしましょうか。まあ、じゃあスモーキーの方がいいですもんね。でもそうですね。アードベックとか飲まれたことあります。あ、初めて聞いたかもしれない。一応ね、うちがそこのアードベックっていうウイスキーの、はい、なんか認定店みたいになってて、へー、あ、おしゃれ。かっこよくないですか。かっこいいです。中二感が、そうですね、鎖が中二感。これ何種類かあるんですか。めちゃくちゃ種類あります。まあ、その通常商品で5種類あって あとオールドだったり限定品とか、うちで今50種類ぐらいアドベックはありますから、ね、うん、なるほど。まあ、これが一番スタンダードのやつで、はい、一番飲みやすいかなと思って、うんうん、これいきますか。はい、ぜひお願いします。お願いします。ウイスキーの、はい、なんていうんですかね、専門用語みたいなのってあるんですか。あ、結構カタカナ多いですね。あ、なるほど。なんか横文字めちゃくちゃ多いと思うよ。シングルカスクとか。カスク、まあ、カスクは樽って意味なんです。あ、カスクですか。へぇ、使いたいですね。1個の樽から作ってるウイスキー。うーん、あ、シングルカスクです。なるほど。カスクストレングス。カスクストレングス。樽出しまんまのトス。へぇー。樽出し。その、樽からボトリングをするんですけど、樽から出して。で、まあ、普通のウイスキーだと、こう、ボトルに入れるときに水入れるんですよ。あ、そうなんですね。で、なんか 46% とかに調整してるんですよ。うんうん、あー、なるほど。カスクストレングスだと、もうあの、まんまの。100% じゃないですけど。だいたい 50-60% ぐらいですかね、度数で言うと。なるほど、そんなの。面白い。あ、ありがとうございます。わー、ありがとうございます。僕はこのアドベックのファンを増やすことを生きがいにしてるので。お、じゃあちょっと私にかかってるじゃないですか。いや、そうなんですよ。やめてください。
ください。じゃあちょっといただきます。あ、すごい、でも匂いが、そうですね、ボーモアに比べるともっとピリッと感って、まあ、スモーキーな感じみたいな、それ強い、うん、しますね。いただきます、はい。おいしい。あー、これやばい。あ、よかったよかったよかった。めっちゃいいです。これ好きになる人はね、みんないい人なんですよ。いい人でえ、すごい。結構飲みやすいですよ、めちゃくちゃ。なんか最初スーッと飲みやすいと思った後に、うん、すごいスモーキーな感じがこうゴーッとくるね。これ初心者スモーキーやりたい人めっちゃいい気がします。そうですよね、意外といいんです、飲みやすいんですよね、うん、敬遠されがちなんですけど、結構なんかフルーティーな感じとかも強くないですか、うん、なんかめっちゃ強いです。柑橘フルーツみたいな感じ、すごい美味しい。あ、よかったよかった。ちょっとね、ドキドキしてたんですけど、うん、全然飲めるんですね、お酒大好きです。え、普段でもどうですか、ウイスキー以外ではどういうお酒飲まれるんですか。あ、でも料理によって合わせることが多くて、まあ、自分でも結構作るので、はい、例えばお刺身とか日本食だと日本酒飲んだりとか、なんか結構コロコロ買える。おー、でも何でも飲みますみたいな。あ、そうですね、苦手なお酒とかあります。あ、でも意外とないんですよ。ないんですね。意外とないですね、今のところ何でもチャレンジ。すごい、真の飲み手ですね。本当ですか。真の飲み手で。真の飲み手。え、もう普段もウイスキーですか。普段もウイスキーですね。すごい。たまにビール飲むかな。あ、確かに。ビールは私も一杯目飲んじゃいますね。暑いですからね。あ、確かに。夏はやっぱビールでも最高ですし、まあご飯と合わせる時とかも結構多いですかね。うん、確かに。ビールとかは。その T シャツに入れていいんですか。ではこれはまああのうちの周年の T シャツなんですけど、おお、これ僕描いたやつで、かわいい。僕あの、はい、ウイスキーのまあちょっとブランドみたいなのもやってまして。あ、すごい、ぜひ。これ僕がちょっといつかに出したやつなんですけど、うん、ここにね書いてある。あ、すごい、お名前が店長さんの。あ、そうですね、その横にこの猫が。あ、ほんとだ。そうそう、名前見ちゃった。あ、かわいい。これなんですよ。カメラさん見れますか、これ。写しきれないぐらいちっちゃいんですけど。これあのクライヌリッシュっていう、うん、あのウイスキーなんですけど、へ、まあ、それの中のモチーフ、山猫がモチーフなんですけど、すごい。え、飲んでみたいです。飲んでみます。え、いいですか。まあ、これちょっとスモーキーじゃないんですけどね。ぜひぜひ。すごい。一応来月ぐらいに新しいのはもう一本出す予定なんです、はい、うんうん、おー、これはね、20年熟成。20年熟成っていうのは樽に20年。そうです。ウイスキーはあの樽に寝かせてる年数しか表記ができないので、これはどういう。これはですね、ちょっと最初はワクシーと、はい、ちょっとワックスっぽい、うんうんうん、ちょっと草っぽい感じとか。あ、なるほど。ちょっと時間経つとトロピカルフルーツが出てくるような。確かに匂いがかなりフルーティータイプな感じ、うん、だんだん変化していくみたいな感じのウイスキーですね。これ確かにめっちゃフルーティーです。あ、やった、やった、うん、飲み口、ね、飲んだ後、あ、すごいフルーティー、美味しい。これ女性とかすごいんじゃないですか。あ、そうですね、うん、こう気に入ってくださる方も多くて、僕なんか樽選んでますみたいなことなんですけど、うん、ちょっと甘みが、そうですね、かなりちょっと甘みある、ちょっとだけスモーキーな要素はないことはないんですけど、うん、まあ、これ飲んだ後だとあんまり感じにくいかもしれない。でも香ります、のどかな。そうです、ウイスキーをこう頼んだことない人結構多分、はい、まあ、分からないですよね、うん、に数ありすぎますし、うんうん、でもなんかバー、私もそうなんですけど、バー行った時って特に男性の方とかって、女性とかって言うとちょっとぶりたいじゃないですか。はいはいはい。そうですよね、やっぱりのなんかもうテンプレみたいな、なんか二郎系で言う野菜増し増し油多めみたいな、なんかのテンプレみたいな、あ、ちょっとかっこいい感じの頼み方とかあるんですか。あ、でも
これって指定するよりは、そのお店の人にと相談する方が普通にいいと思うんですよ。見た目的に店によってやっぱ違いますしね、うんうんうん、で、まあ、ウイスキーってまあ大きく分けるとスモーキーなのかフルーティーなのかなんですよ、うん、でまあこうスモーキーなのが良かったらじゃあスモーキーで、うんうん、その飲み方を伝えるとでそれでなんかおすすめです。なるほど。じゃあスモーキーかフルーティーか、そうですね、その2つのどっちかっていうのをまず大事かもしれないですよね。だんだん飲んでくるとなんか好きな蒸留所の名前が分かってきたりとかするんで、うん、それかっこいい。あの注文もやりやすくなるかなというか、うん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 、まあその詳細な注文がしやすくなると思うんですけど、最初のうちとかはそういうの難しいと思うんで、まあ、まずはこうスモーキー系に行きたいのか、うん、フルーティー系に行きたいのか、であとはストレートで飲みたいのかロックで飲みたいのか、うんうんうん、外で割りたいのか、それだけ教えていただけたら、うん、結構もうそれに合ったものとかっていうのを出せるので、説明しながら、そうですそうですそうです、めっちゃいい。じゃあ知らない方はね、女性に、うん、俺スモーキーにするけどフルーティーにするみたいな、うんみたいなかっこいいみたいな、慣れてる慣れてる。じゃあちょっとすいません、スモーキーなのくださいって言えばいいんですね。そうですね。 あと飲み方だけ伝えてあげたら、うん、確かに。こう飲み方によって合う合わないあるんですよ、ウイスキーも、うん、あ、そのお酒によって。そうですそうです。あのこれはストレートだったら割と何でもあったりするんですけど、まああのこれはハイボールがいいよねとか、うん、これはロックの方が合うよねみたいなウイスキーってこういっぱいあって、うんうん、でその味の傾向と飲み方だけ多分言ってあげたらもう全然いけるかなって思います。なるほど、いい話聞けましたね。だからね、お店側が多分こんなのいいんじゃないですかねみたいな感じで多分出してくると思うんで、優しいですね。いいですね。そういう、こう出して説明してくださるのは。まあ、みんなそうじゃないですかね、でもね。まあまあ、多分そんな感じなのかなと思います。なるほど、なるほど。すごい。勉強になります。意外とバーはそんなにハードル高くないです。確かに、でも高いって感じてる人多そうですもんね。まあそうですよね。まあそれもね、やっぱお店によりますからね。こう雰囲気がすごい、なんかこう、重厚な雰囲気で、みたいな。高そうだなとかは、うん、まあ実際高かったりあるんですけど、うんうん、まあ、うちはまあまあ割とカジュアルめなのでそんな高くないですけど、じゃあ皆さんぜひ下北沢ぜひ来てみてくださいはい、お願いします。本当に美味しい。あ、よかったよかった。え、この2つは結構こっち側は男性っぽい感じですか、うん、そうですね。こっち女性におすすめかなって個人的に思ったんですけど、ああ、こっちアドリック、うん、あ。こっちが女性かなって。まあそうですね、飲みやすさ的にも。でも結構最近女性の方でも僕の好きになることが多くて。ああ、刺激をやっぱ求めてるんですかね。女性も。刺激とスリルを大事。何でもそうですよ。大事。そう思いますよね。うん、なんかいきなりなんか、頑張って挑戦してみたらめっちゃハマったみたいな女性が結構多いですね、こういうタイプなの。今ちょうど私の会社の子が来てるんですけど、田中くん、はい。ウイスキーって飲む？たまに飲みます、ね、あ、本当？はい。ちょっと飲んでみてください。あ、了解です。了解です。これこれがこっちですね、クライネリッシュです、ね、あ、こっちの方が飲みやすいタイプで、はい、じゃあ、また。すいません、お願いします。手触れてないですか？頑張れ頑張れ。はいはいはい。あ、違う。はい。ありがとうございました。え、あ、でも、なんですかね。風味が、まあ、いつも飲んで安いお酒よりか美味しいなって。そうですね、やっぱ。そうですね。高ければ高いほど美味しいですから。そうですね。はい。カーッとなってですね。口がね。そうですね。はい。ね、そう、こっちの方がでもびっくりはするかもしれないですよね。ね、あと。こっちが。こっちがこれですね。ああ、すいません。じゃあすいません。失礼します。あ、こっちの方が飲みやすいですね。あ、いけるんですね。こっちの方が飲みやすいですね。お、はい。がっつりスモーキーなのが割とするっていうか、はい。なんか。後味が結構滑らかっていうか、うん、はい、飲みやすいですね。まあ度数がちょっと低いんですよ、こっちの方が。ああ、なるほど。それはあるかもしれないですね。はいはいはい。やっぱでも人によって違う。まあ、そうですね。なんかこういうの見つけるのもすごい楽しいですよね。
これすっていけるのすごいあれですよ、ね、センスが、あ、ありがとうございます。やったね。センスが。僕ちょっと気になってたんですけど、はい、ハム語っていうのをちょっと調べてて聞けたんですけど。やばい。あれは何なんですか。あれはなんか2年前ぐらいに、はい、とっとこハム太郎の、はい、ゲームってハム語みたいなのがあって、それを私も名前生ハム語なんで。はい、使ってみようぜってなったっていう話です。ハム太郎のゲームの中で出てくる、はい、あ、そうです。ハムハがアタッチュとか、アタッチュ、はい、アタック当たるとかアタッチュって言うのアタッチュとか、めっちゃおもろいですね、はい、ちょっとね、使いたい感あるんで、ね、あ、本当ですか。ちょっとあの動画見て、はい、ちょっと覚えたいなと思ってますお母さんと電話してるやつですかねあ、どうですかね、あのニュース読んでるやつ、あー、わかりました。あれですね、恥ずかしい。あれ覚えたいなと思うんですよね、はい、じゃあぜひアタッチュ、アタッチュ、はい、なんか店で使いやすいやつないですか。なんだっけな、店で使いやすいやつ、ハムハーはいいんじゃないですかこんにちは、あ、そういうことなんですね。こんにちは、ハムハーなんです。こんにちはがハムハー、じゃあハムハーって言ってお客さんを受け入れたら、はい、なんかゆるキャラみたいななるほど、はい、今日使います、はい、ちょっと他にあったら思い出したら言いますね。辞書みたいなないんですよね。あ、辞書あるんですよ。でもあるんですか。あるんですよ、探せば売ってると思います。あるんだ。あるんですよ。ちょっとオフィシャルのものなんですね。あ、そう、オフィシャルなんですよ、実は。あ、そうなんですね。そう、私作ってないです。あ、そうなんですね。生ハムさんが作ったんだろう。あ、違う。オフィシャルであるんです。あ、そうなんですね、はい、まあ、それはちょっと私で改変したりとかあるんですけど、アレンジ加えて、アレンジ加えて、へ、ちょっと面白いなそうですね、あと何があったかな、全然思い出せないんで最近使わなさすぎて、あんま使うときはなさそうですよね会社で使ってたら結構ヤバいよなハムハーつって出社して会社にいたらすごい嬉しいですけどね。あ、本当ですか。です、ね、嬉しい。そうですね、ぜひやってほしいですあそこの会社に電話アタッチお願いみたいな。あ、待ってますちょっと IT 用語みたいな感じで、あ、逆にね、待ってます。いいかもしれない、はい、じゃあ待っててください、はい、今度使ってみます生ハムが好きで生ハム書いたんです。あ、そうなんですよ、よくご存知で。ツイッターかなんか、あ、ありがとうございます。 YouTube のプロフィールみたいな。あ、そうなんですよ。それ本当なんですか。あ、それ本当にもう高校時代かな、多分酒飲みのあれが出てて、うん、友達の家に行く時に毎回生ハムを買っていって、うん、まあ、セブンイレブンとかローソンっていうので、友達からじゃあハムちゃんねっていうあだ名をつけられて今生ハム子としてちゃんとそこからなんです。そうなんですよ、ちゃんとそこからなんです。ハム持ってたハムちゃんって言われるんですちょっと多分ありえない数持ってたかと思いますでもローソンの生ハムが一番美味しいです個人的にはちょっと今度買っていいですか。今度買ってみてください。甘みがあってチーズとかと挟むと、あ、もうちゃんとアレンジまでして、そのカモンベールチーズにこう挟んで食べると美味しいです何と合わせるんですか、お酒。あ、でも私結構普段はもうチューハイとかが多くて、はい、本搾りか、本搾りのビングレーっていうのがすごい大好きで、うん、そればっかなんですよ。逆にウイスキーと合わせるときってなんかおつまみとかどうするんですか。あ、もうウイスキー合わせるときはもうある程度ご飯終わって、はい、食後酒みたいな。まあそうですね、ウイスキー自体は食後酒なんで、ね、もうチョコレートとかスイーツとかもうネットフリックス見ながら、あっちまちま、そうね、最近だと全裸監督見ながらじわじわ言ってるっていうちょっと遅いですよちょっと遅いちょっと遅いです、はい、今さらハマりました僕もすぐ見ましたので、ね、あ、本当ですか。面白いですよね。めっちゃ面白いです結構見るんですか、映画とかする。あー、そうですね、でもアニメとか結構多いかもしれない。あー、ハム太郎とかハム太郎もいますし、そうですね、まあそういう、まあ、鬼滅もそうです。あー、クエも全然見たことなくて。あ、アニメですか。アニメ全然詳しくなくて。あ、ぜひエヴァを最近知ったから。あ、ぜひ見てくださいでも個人的にお酒に合うアニメっていうのがあって、おブラックラグーンっていうアニメ。あー、はい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 、あれですよね、なんだっけ、あのカクテルの名前の人、バラライカ。あー、そうだ、そうですね、みたいな、ね、
あのスロットの知識しかないので。ああなるほど。これの、あ確かにスロットありますもんね。だいぶイメージを下げてます。ありますよ。だいぶイメージがだいぶ下がったから。あ、そっか、エヴァも。あ、そうです。エヴァはもともとパチンコで売ってて、でお客さんに面白いから見てみなって言って、いい、それで見てみてみたいな。そっからこうあるのアニメ好きとしては嬉しい。だいぶイメージは下がりました。いや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 。うん、すごいでもお酒に合う味。あとウイスキーとか出てくるんですよね、なんか。ウイスキーすごい出てきますね。ああ、そう、そんな出てくるんですよ。ウイスキーも出てきますし、そうです、なんか見ててスカッとするアニメなので、ね、結構いいかもしれない。ぜひ皆さん見てみてください。見てみてください。ウイスキーが見えすぎます。はい。これなんかウイスキーとかどんなの出ますかね。でもなんかもっとスモーキーなとかでもあるんですけど。ちょっとせっかくなんで。ガチガチな感じとかで、なんかもうアトピックとかで、なんかうちのチャンネルでなんか出しすぎてる感あるくらい。あ、そうなんですね。そう。800種類あるので、逆に、なんか新しいやつとか。新しい？最近。最近出ましたよ。出ました、みたいな。で、スモーキー系多いですかね。スモーキー。どっちがいいの？もっとフルーティーな感じ。もっと甘いのもありますし、もっと臭いのもありますし。スモーキー系がいいかなと思いつつ、かっこいいやつになりたいです。かっこいい女になりたい。かっこいいやつか。ちょっとイカ詰めないですか。こういうのかっこいいんじゃないですか。おー、すごい、かっけー。箱、箱、切り箱。これ開けちゃっていいんですか。あ、大丈夫です。かっこいい。ラフレグの25年。ラフレグ自体は、あ、知ってます。なんか名前自体は言う、はい、これ25年熟成のやつ。うーん、すごい木のめっちゃいい匂いがします。もうこれはかっこよくないですか。うん、もうなんかいかつい感じありますね。うん、結構女性がグッとくるポイントかもしれないですね。出されたら高そうっていう。こんなん飲んでたらかっこいいですよね。うん、レオンバーで。おーってなるかもしれないですね。あの人、成功者だもんね。あ、でも確かに成功者っぽい。成功者が飲む酒っぽいですよね。はい、うん、めっちゃっぽいです。これは、ちょっとドライマンゴーみたいな話もあって、これなんか毎年出るんですけど、毎年味全然違くて、これが3年前に出てる2018年リリースのやつなんですけど、ちょうどヴィンテージがすごいトロピカルなヴィンテージの時のもので、ものすごく美味しいので、スモーキーなんですけどトロピカルな、ね、感じが出てる。すごい。これは毎回巻かれるんですか。毎回巻いてます。これも保存というか、あの香りが逃げちゃったりとかするのを防ぐフィルムなんですけど。すごい、そうか、大事ですよ。ちょっと家でもやってみたい。まあ1本消費するのが1年とか以内に1本消費するんだったら、まあいらないかなと思うんですけど、1本に3年ぐらいかけて消費するとかだったらつけといた方がいいかもしれないですね。それこそうちのお店とかもう24時間もうずっとエアコンつけっぱで温度も一定にしてるんですよ。すごい。もうウイスキーちゃんのために。そうです、温度変化があるとやっぱり良くないので。普通のは10年とかですよね。あ、でも確かにフルーティーな匂いもしつつ、けむりもさそう。年数が長い分かなりまろやかにもなってますし、ね、すっごい美味しい。これめっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいですよ。これはやばいですね。あの本当にあのまろやかです。そうなんですよ。口当たりがもうトゲがない、ね、一切。さっきのね、10年熟成のトレとかと比べると全然ね、違いますよね。あ、そんな、5年、15年で、25年。あ、すごい、15年でこんな四半世紀です。あ、そうですよね。そうです。20年とか超えてくるとかなりクオリティも変わってくるので。おいしい。これやばいです。これ美味しいですよ。確かにあのマンゴー、そうですよね、ありますよね。これはバーで飲んだらかっこよくないですか。かっこいい。これめっちゃいい。
ちょっと覚えとこう。これでも女性もすごい好きだと思います。あ、全然もう誰でもいけるとは思いますね。めっちゃ美味しい。すごい。2018年リリースっていうのが大事なんですよ。逆に他の今年のリリースとかそんな同じじゃないですし、2018年が一番うまいです。うん、これ仕事終わりにちょびちょび飲めたらちょっと仕事が頑張ったなって思える味かもしれない。これはなかなかいかついですけどね。これを、うんうん、これ家でちょびちょび飲んだら結構いかつい。結構いかついですよね。すごい。え、結構高いんですか？まあ安くはないと思う。安くないですよね。すごい。いいキャラなんだろう。でもまあ5、6万とかで買えるんじゃないですかね。あ、なるほど。じゃあちょっと自分への好み。まあそうですよね。買っちゃうのもいいかもしれない。まあ5、6万って言ってもまあだいぶ飲めますからね。うん。プレゼントとかいいですね。あ、そうですね。なんかプレゼントっぽいですもんね。うん。このプレゼントめっちゃいいです。あ、めっちゃ美味しいです。わあ、ピュン。だいぶ特別な人ですよね。だいぶ特別。だいぶ特別な人な感じです。おめでとうございますよ、何か。おめでとうございます。結婚まで。あ、確かに確かに、そうですね。餅どこで聞きます？餅どこで永遠に喋れちゃいます。じゃあ、そのわけでしたね。はい。生放送ね。はい。来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、いろいろ飲み比べさせていただいて。やっぱ、これ最高に美味しかったですね。いや、めっちゃ美味しかった。でも他の、お酒もすごい普段飲みだったら本当それこそこれとかちょうどいいかなと思いますし、うん、まあ、これはなんかもう売ってないのであれなんですけど、これは通販で、これはもう完全売り切れで、あ、そうなんですね、旬うちだけですね。なるほど、じゃあ来ていただいて皆さんなんでまた、あ、僕のやつなんでまあいいんですけど謙虚これはまあ、ね、普段飲みとかでちょっと飲んできてほしいな、うん、まあ、こういうのはちょっとこうバー来た時、うんうんうん、特別な時とかありかなと思います、うん、めちゃくちゃ参考になりました。ありがとうございました。生ハムコさんのチャンネルね、下の概要欄に貼ってますのでぜひぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。行ってください。ぜひぜひ。はい、じゃあそのわけでして、はい、そのまま以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。